長崎県21市町村のデータを比較してトーナメント戦を行っていきます。参加は21都市です。支部13都市、分部8都市。長崎県大会組み合わせ。長崎市がシードのほかはランダムで組み合わせを決定。1回戦は1位のみの勝ち抜けと2位まで勝ち抜けの2パターンがあります。1回戦、五島市 vs 小鹿町 vs 松浦市 vs 島原市。1位のみ勝ち抜けの組にあって、農業対決になっても島原市には隙はありませんでした。島原市が勝ち抜けです。新上五島町 vs 諫早市 vs 津島市 vs 大村市。2位まで勝ち抜けることができる組、諫早市と大村市が1位と2位を独占しています。結果、諫早市と大村市が勝ち抜けです。東園木町 vs 三木市 vs 川棚町vs 佐世保市。1位しか勝ち残れない組にて、佐世保は商業も製造業もロードも要因数も取って圧勝です。力士が15歳未満人口票を取って対抗するしかありませんでした。佐世保市は中核市の力で勝ち抜けです。南島原市 vs 長与町 vs 雲仙市 vs 大会市。建築工事費と財政力指数を取ったのは長与町。農業産出額と宿泊飲食サービス業を取ったのは雲仙市。勝者はバランスよく加点した雲仙市でした。佐田町 vs 時津町 vs 波佐見町 vs 平戸市。2位まで勝ち抜けるこの組において、都議会長が面積と加重地面積それぞれの昼間人口密度や推薦人口比など4項目で勝利し、平尾氏が農業と建築業で勝利する展開となりました。都議会長は圧勝で勝ち抜け、2位には2位を忘れた佐田町が滑り込みました。準決勝戦、1回戦を勝ち上がった都市長都市とシード長崎市が準決勝戦を戦います。島原市 vs 諫早市 vs 大村市 vs 佐世保市。佐世保は運輸郵便業、加重地面積、小売年間販売額、15歳未満人口すべてを制する。そして諫早が全部2位ということは、佐世保市と諫早市が決勝進出となります。雲仙市 vs 都議会町 vs 佐田町 vs 長崎市。診療所、労働実践庁、昼間人口比、建築業工事費を長崎市は制するが、刑法犯認知件数は佐田町が、経常収支率は雲仙市が制する展開となりました。長崎市が苦戦するも雲仙市と並んで1位です。長崎市と雲仙市が決勝進出となりました。決勝戦、諫早市 vs 佐世保市 vs 雲仙市 vs 長崎市。長崎市が決勝で進化を発揮、完全試合の全項目勝利を見せつけました。長崎市が優勝です。長崎県大会結果、長崎市優勝、2位佐世保市、3位諫早市、4位雲仙市となりました。ご視聴ありがとうございました。第1回長崎県大会の優勝はこのように長崎市でした。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。